ことにこだわりなさい。そう、わー、懐かしい。出た。違いです。不平不満一言言わなかった。なんて聞いた、なんていい子だなって。いや、あんなにみんな頑張ってたのに急に放り込むのみたいな。あんな言ってもね、案外いいとこ前俺は言ったかもしれないですよね、勝手に。藤本も来てた。来てた来てた。藤本2人で来てた。そう、ヨッシーと行ったりしてましたよ。あの時はね、あれは楽しかった。あ、まあ、ああいう時代の変化だよね。そう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 、ほぼコンサートに全部付き添ってたから、うんうん、常にやんですね。お金頼みなさいとかさ、うん、お客さんは、うん、あ、お金食べてきてるんだよなんて。確かにね。でもちゃんと本番が終わるとそのチェックしてここがどうだっていうところをみんな呼び出されてね、そこのフレーズ、あ、 あれどうだった、嫌でしょ。いや、でもあれは良かったと思う。本当か、うん、だってその、いや、呼ばれてる本人はそれはもうなんか準備もあるのにとか、あ、そう、やっぱあったよね、うん、ごめんね、それはあるけど、でも実際その生歌で歌わなきゃいけなくって、歌えてないものはしょうがないじゃないですか、うん、そう、タイミングもそうだしその音程もそうだし、で、そこをこだわるのがでもモーニング娘。のプロなのかなとは思う。そこが今でもいいんだろうけども、今やってないと思うよ。そうなの、昔のこだわりないもん。でもあんたしさ、その1回目と2回目のコーさんの時さ、うん、だらってしたのにさ、呼ぶとさ、はい、先生やるのみたいな感じで。なんか20周年で、そうです、次回、そう、10月の8日にライブをそのやるんです。時だから本当17歳の頃、あの頃歌ってた曲も歌います。で、レッツズ大発見とかも歌いますよ。で、最初歌詞なかったですよね、あれ先生が、うん、音だけでさ、そう、だんだんだらしさで歌わされてなんだろうね、あれ。でもなんか多分リズム感とかそういうのでみたいな。でもあとリズム感も別に悪くねえ。いやでも私リズム感は結構自信ないです。なんかもう裏とかもう嫌いですもん。じゃあ何に自信は、雰囲気とっても大事。雰囲気、俺も実はそんなに教えるの上手くないから、はい、雰囲気、雰囲気、リズムで持ってください。大事ですよね、大事、雰囲気、それが一番。そうなんです、あんまり真似しないでほしいけどね。今だからだけど、楽しく発声できたらもっと伸びるかなと思ってたの、うん、いや、でもそれは本当にすごい思います。なんかそんな、あうわあうわだけやってたって、あうわって、どこの先生やってんの。いや、わからないけど、なんかじゃんじゃらら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 らとかだけをやってても、やっぱり、あ、今日もこれか、今日もこれかっていう飽きちゃうじゃないですか、やっぱやってる方も。で、その言葉一つ変えるとか、それがすごい、なんか飽きずにできたのはすごい先生かなって、すごい、うん、コンサートさ、うん、朝だいたいみんな会場にさ、前の日入ってほとんど、はい、疲れてんじゃん。そう、前の日入ってきたらいきなり泥のような感じ入って、はい、発声始まりますとかってさ、ゾロゾロゾロと30人くらい来て一緒にやってたよね。やってた、ストレッチやって、ストレッチやってね。あんたちゃんと来てた？私はあんまりいなかったの、前の方に。ストレッチは行ってなかったです、うん、発声は後ろの方に。本当いたっけ？いましたよ。一応はいました。本当、うん、いやでも本当、私20周年でこうやってライブやるのに、こう YouTube もちょうどやってて、なかなかこう先生ともう歌う機会もそんなないので、うん、こうやって会えるとも思わなかったし、俺もなんかあのお宅の名物社長から、うん、藤本20周年なんですけど、なんか YouTube 出ませんか、うんうん、で、いや面白いんだったら出てもいいですよ、頑張りますとか。頑張ります。そんなこと言っといて、菅先生すごい緊張しながら来たんですよね。めっちゃ緊張してるね。これピアノ置いてあるけど何するか分かんねえよ。ちょっとこの後5分ぐらい考えさせてくれる。本当に何したい。いや全然楽しく、なんかふざけてもらっても。もうね、ネタがないのよ。いや、ネタいいですよ、ネタなんて。ということで、はい、トークパートはこんな感じですけれども、すいません、とても中身のないトークパート。いやいやいや、当時の本当にどんな雰囲気でいたのかっていうのは結構伝わったんじゃないかなと思います。本当に、あ、とりあえず藤本美貴さんは寡黙で、うんうん、寡黙って分かるでしょ。分かりますよ、努力家で不平不満を言わず、うん、常に自分と戦っている人でした。ほら、ちょっと、もう何、どうしよう、変わるでしょ、サムネをこれにして。ずっと映るように。そう、でもね、これでこそアーティストだと思って、こういう人がいるからこそ、未だにだって、うん、アルプロの子たちでさ、うん、レッツって大変とか歌う時あるよ。あ、バースデーとかでやってるのみんな。
だから私結構メンバーと対談とかメンバーと話すと結構私の文句しか聞かないじゃないですか。そんな風に言って文句言われるの？そうみきちゃんは本当に言うこと聞かないからとか、本当に空気が凍るみたいな、すごい先輩にね文句私言ったりとかしてたんで、これの違うんじゃないですかとか普通に言ってたから、それも本当にドキドキしちゃったとか、それなんか私がかき乱してたみたいなエピソードがすっごい回ってるから、よかったです。寡黙なの私そうね、俺も怖い時あったな。声かけられない時あるもんね。え、ほんと？怖くて、嘘。あの侍のようにこうやって煙ってい、やでも、あんた今ちょっと全然忘れてたけど、当時思い出した。本当にもう剣を振り、もう上げてる状態の時ありますよね。もう下ろすだけみたいな。そうみたいな来るのかみたいな。先生に対してもだもんね、これね。本当はすっごい可愛い子なんだけど、まだそれ見せなくていいから可愛くて寡黙なの、はい、ということで、はい、先生本当にありがとうございました。とんでもないお邪魔しました。ということで引き続き菅井先生にお願いしたいと思います。どうもよろしくお願いします。ただの先生、その最初前ですちょっとなんか NHK のそう真面目ぶるんですか。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりに、まあ、ボイトレというか先生のピアノでね、はい、ちょっといろいろお願いしたいなと思います。本当に扱えるかな今の。あなた、なんでよ、なんでよ、扱い変わってないから。さ、その瞳の奥に何かを感じるのベース変わってません私何も。じゃあちょっと発声ですか。はい。壁のあられおせんべい覚えてますか。懐かしい。懐かしい。壁なのあられおせんべい。いまだにあるよ。でもあるよね、昔ながらの。カメだ。3、はい。カメラのあられおせんべい。ちょっといいじゃん照れる。いいじゃん。こんないいじゃん。カメラの、もう一回さん、はい。カメラのあられ声止めてからおせんべい。この方がさ、声通るじゃん真面目にやっちゃったちょっと懐かしすぎる、はい。カメラのあられおせんべい。そのままね、もう少しね、躍動感つけてやってちょうだい。3、はい。カメラのあられおせんべい。おせんべい。かわいい、変わってないよね。かわいいでしょ、これ。かわいい、よかった。20年ぶりに会って、あなたの素敵なさ、その、なんだろう、独特な声を聞けたわ。そうです、だから私本当にその昔の曲も昔の元気で歌えないならもう歌わないかなって思ってるぐらいです、うん、歌えるでしょ。すごくね、あなたのそのね、声を覚えてきて、なんていうの、昔思い出すね。いがみ合ったこと、なんか分かち合ったこと。すべてひっくるめて、20年後の今、お互い生きてて、よかった。よかった、はい。ということでね、あの、10月8日の20周年ライブ、私ちょっと、初心に今、今、結構初心の気持ち思い出しました。あの、侍だった頃とか、可愛かった頃とか、褒められたり怒られたりしたこともすっごい思い出した。それをちょっとね、ひっくるめてちょっと10月8日頑張ってきます。私でも君はやっぱり何も変わってないから、面白い。そこがじゃあ先生ちょっと定期的に会おう。いいよじゃあこれまた来年、次はなんかほらボーイフレンドね結局はとかねとかね、ブギートレインとかね、あーいいですね、やってもいいですね。
ちょっと先生のスタジオにも遊びに行きます、はい、ぜひいらしてください。ありがとうございました。ということで、須貝先生でした。チャオ。はい、この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハロムキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。